ハイプレイボール、どうも野球人です。阪神タイガース、サンズ、ラスケット4人が来日、春季キャンプ間に合ったということでございまして、ついにね、阪神タイガース、スケットが来ました。で、4人ね、一気にガッて来ましたね。以前からね、間に合うとは言われておりましたが、これで一安心ということでございます。それでは早速ね、詳しく見ていきましょう。はい、阪神助っ人4人が新たに来日。阪神は18日17日夜にジェリー・サンズ外野手、ジェフリー・マルテ内野手、ジョン・エドワーズ投手、ジョー・ガンケル投手が来日したと発表した。この日から2週間の自宅待機が課されるため、2月1日の沖縄イノザーキャンプ初日に間に合うか微妙だが、第1クール中には十分に合流できそうだと。すでにロッテから加入したチェン・ウェイン投手も14日に来日しており、就労ビザを取得済みのロベルト・スアレス投手も1月中の来日を目指している。新戦力の韓国リーグ MVP のメルロハスジュニア外野手、韓国リーグ20勝上のラウル・アルカンタラ投手の来日の目処は立っていないが、助っ人8人中6選手は挑戦に大きな支障はない模様だということでございまして、よかったということでございます。で、そして4人のね、コメントも来ているらしいですね。サンズ選手はここに帰ってくることができてすごく嬉しいし、一日でも早く阪神タイガース、ファンの皆さんの前で野球がしたいです。今年もしっかり自分の役割を果たしてチームに貢献できるように頑張りますと。そしてマルテ選手はまたタイガースの一員として戦うことができて嬉しいです。今年も自分のできることをしっかりとしてチームの勝利に貢献できるように頑張ります。エドワーズ選手は、日本での2シーズン目を迎えることができてとても嬉しい気持ちです。昨年以上にチームに貢献できるようにしっかりと自分にできる準備をして、今年こそは皆さんと一緒に優勝したいと思っています。そして最後、ガンケル選手はコロナ禍で世界中が大変な状況ですが、コロナに負けず、力を合わせて頑張っていきましょう。タイガースファンの皆さんの前でプレーできることを楽しみにしていますということでございまして、しっかりとね、やる気も、十分に来日して、いただいたということでございます。はい、では今回来日した4選手ですね、さらっとですが、プロフィールと成績、確認していきましょう。はい、まずはジェリー・サンズ、選手ですね。今季年俸約1億5000万円、出身地アメリカです。現在33歳、193センチ、100キロ、外野とファーストを守ります。で、今年はね、どうやらファースト、に専念するんじゃないかと言われておりますが、ロハス選手が調整遅れることで、またね、ちょっと外野に回る可能性も出てきております。右投げ右打ちの選手です。そして昨シーズン1軍ですね、成績が110試合で打率2割5分7厘、443打数で97安打、ホームラン19本、打点64、三振106、フォアボールが61ですね、盗塁2つ、出塁率3割6分3厘、OPS が 0.814 という成績でございまして、去年ね、しっかりと成績残したサンズ選手ですが、ちょっとね、終盤は下降気味でございましたので、しっかりと、そちらをね、対策して、開幕に向けて調整できるかといったところでございます。でもね、やっぱり彼が来たことは非常に大きいんではないでしょうか。はい、続いていきましょう。はい、ジェフェリー・マルテ選手です。今季年俸6700万円、出身地ドミニカです。年齢29歳、185センチ、100キロ、ファースト、サードを守りまして、右投げ右打ちの選手です。彼はね、昨シーズン怪我をしてしまったので、あまり試合数というのは稼げておりませんが、彼がね、怪我したおかげで大山選手の台頭があったということもね、ありますので、なんとも言えないんですが、今シーズンはね、しっかり、開幕から頑張っていただけたらなというふうに思います。そして成績見ていきますと、昨シーズンの1軍成績29試合で2割5分2厘、103打数26安打、ホームラン4本、打点14、三振14、ファーボール14と、ちょっと面白い成績ですね。で、盗塁1、出塁率3割3分6厘、 OPS 0.783 という成績です。しっかりね、やっぱりファーボールが選べるというところと、三振がね、去年少なかったですね。なので安定していると言えます。今シーズンもね、しっかり調整できれば安定した成績を残すんではないでしょうか。はい、というわけで続いて投手、見ていきましょう。はい、ジョー・ガンケル選手です。今季年俸約8000万円、出身地アメリカ、現在29歳ですね、195センチ、102キロ、ポジションピッチャーで右投げ右打ちの選手でございます。はい、彼はですね、先発中継ぎと、昨シーズンしっかりと、インパクトはね、ちょっとなかったんですが、堅実な働きをしてくれました。助かる選手ですよね。で、昨シーズン成績見ていきますと、28試合で2勝4敗11ホールド、56.2、
イニングで39奪三振、13四球、被安打54、防御率 3.18、ウィップ 1.16、奪三振率 6.19、予祝率 2.06 ということでございまして、コントロールがね、売りの彼なんですが、まあ、先発ではね、序盤捕まることが多かったんですけど、中継ぎに配置転換されてから、またね、谷間先発に戻ってと、しっかりとね、試合を作る、ピッチングをしてくれましたので、やっぱりね、彼のピッチングっていうのは、昨年、阪神に大きな力をね、もたらしていたんではないでしょうか。はい、では次が最後でございます。はい、ジョン・エドワーズ選手です。今季年俸約7300万円、出身地アメリカですね。現在32歳、196cm、108kg、 ポジションピッチャーで右投げ右打ちの選手でございます。彼はですね、ちょっとね、怪我してしまっていたので、あまり試合数っていうのは多くはないんですが、終盤にかけてしっかりと働いてくれた選手なんではないでしょうか。はい、昨シーズン1軍成績が23試合で0勝1敗、12ホールド、22.2 イニングで17奪三振、フォアボール3つで被安打17、防御率 2.38 と、ウィップ 0.88、 奪三振率 6.75、 予祝率 1.19 という成績です。ちょっとね、制球っていう面がどうなるかなっていうところだったんですが、意外や意外、しっかりと1軍ではかなりね、安定した、コントロールを見せておりました。で、まあ、三振数も2軍ではかなり奪っておりましたので、来季はね、もうちょっと増えてくるかなっていうふうには思います。まあ、このくらいのね、成績を安定して残していただければ、まあ、いいね、セットアップのポジションでも、活躍してくれる選手なんではないでしょうか。はい、というわけで以上4選手来日したということでございます。最後にね、他の選手の来日具合と比較してみましょう。はい、こちらが阪神の主な外国人の来日予定となっております。まず、今回ね、合わせて、来日した組が、サンズ選手、マルテ選手、ガンギル選手、エドワーズ選手、そしてチェン・ウェイン選手の、まあ、5選手が来日したということでございます。そして、まだ、来日してない非来日組ですね、がロベルト・スワレス、選手ですね。阪神と新たに契約を結んで、結構ね、大型契約だったんですけれども、彼はまあ、先ほども言いました通り、1月中の来日を目指すということで、しっかりとね、就労ビザを持っておりますので、まあ、来るのも時間の問題かなという感じでございます。しかし、新しく新加入の、アルカンタラ選手、そしてロハス、選手はですね、来日が未定ということでございまして、やはりね、新型コロナウイルスの、まあ、関係で入国っていうのがね、今、難しくなってビザが降りない状況が続いております。そうなるとやはり、緊急事態宣言が解除されるまではアルカンタラ選手、ロハス選手もなかなかね、来ることは難しいんではないでしょうか。まあ、ですが、とはいえ他球団も見てみますと、これだけね、5選手6選手来日できるっていう環境はかなりね、もう、稀なケースでございますので、阪神かなり優位に立てるんではないでしょうか。まあ、しかし、まあ、あまりにもね、有利不利が出てきたら、巨人が、前に言っていた通りね、どうするかっていうね、外国人枠の制限とか、また新たに、設ける可能性っていうのがあるので、一概には言えないんですけど、まあ、ある程度ね、安心してキャンプを迎えられるんではないでしょうか。はい、というわけで今日は以上でございます。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーの、ゲームセット。ありがとうございました。